森七菜、21、戸間宮祥太郎、30、がダブル主演する月9ドラマ、真夏のシンデレラ、フジテレビ系、の第6話が8月14日に放送される。だが、8月7日の第5話は、唐突な妊娠エピソードに視聴者から不満の声が上がってしまった。第5話の内容は以下。サップの展示会に参加するため、夏美、森七菜は東京に向かう。その間、サップスクール&食堂、オホーラは、愛理、吉川愛、23、鳥沙、三村沙は、28、が手伝ってくれることに。夏美が東京に来ていると知った健と、間宮祥太郎は、後で映画を見に行こうと夏美を誘った。展示会の後、夏美は大きな荷物を抱えた妊婦を手伝うが、その際、夏美はスマホを落としてしまう。仕事を終えた健とが夏美に電話すると、出たのはスマホの拾い主で、彼女の居場所を特定。夏美は途方に暮れていたが、そこに大声で自分の名前を呼ぶ健とが、夏美は健とに抱きつき、安心したような笑顔を浮かべた。後日、夏美の弟、海人、大西里から純七に相談があると呼び出され、健とは、オホーラに。すると海人が、彼女の秋子を連れてきて、子供ができたので結婚すると告げる。次の日、夏美は父の寮、山口智光、54、と共に店にやってきた秋子の両親に謝罪するが、秋子の両親から、育て方を間違えたんじゃないのか、と責められ、という展開。本筋の恋愛群像劇に水を差すような妊娠エピソードは、秋子は海人に二股をかけていて、本当はバイト先の先輩との子供だったという後味の悪い結末。視聴者の X、ツイッター上の反響は、秋子の両親最悪すぎる。受け入れる夏美も夏美だし、父親は怒れよ。などと、怒り混じりの不満の声が相次いだ。突っ込むのも疲れてきた。これまで視聴者は、トンチキな展開に突っ込みを入れて楽しんでいたようですが、今回は妊娠騒ぎがあまりに理不尽で、離脱してしまった人が多いみたいですね。突っ込まれることで維持してきた勢いも、そろそろ落ちてしまうかもしれません。ドラマライター、山川。夏美、森戸健と、間宮、愛理、吉川と治、萩原俊久、24、と守り、白浜嵐、29、リサ、三村と宗介、水上工事、24、そして、夏美の幼馴染の匠、官能楓玉、24、と、それぞれの恋が動き出し、これから盛り上がりそうだが、夏美と健とはまだしも、愛理と守りと修の動機不明な三角関係や、ライフセーバーの宗介がなぜリサに惹かれるのかなど、それぞれの心情の描かれ方が不十分なので、こん一つ恋模様にピンときません。今回の妊娠騒ぎだけでなく、以前も修の不器用さを物議を醸すほどの暴言で表現するなど、エピソードが的外れな上に演出が緩く、思い入れしにくい。当然、盛り上がりも期待ができなさそうです。全道。とはいえ、話数はまだ5話ほど残っているはず。恋を展開させる時間はあるので、今後の軌道修正によって盛り上がることに期待したい。画像、間宮祥太郎、誰だかわからない、色白刺繍の紫外線シャットアウト装備。いつも長袖の健とは色白設定のようで、プライベートではかなり苦労している様子。